東京証券取引所は東証2部の企業が一部に移行する基準を緩和する方針を明らかにしました不正会計で揺れた東芝の一部への復帰が早まる可能性があります 今回のルールでは東証二部から一部に昇格するには適正な有価証券報告書が過去5年分必要ですが東証はこれを過去2年分で認めることにする方針です基準が緩和されれば不正会計の発覚後2017年8月に二部に降格した東芝の一部復帰が早まる可能性があります東証は一般からの意見を募集した上で来年2月から この新たなルールを運用する考えです。